渉大変だ。おや、どうしたんだい。7月13日発売、基本セット2019あるじゃないですか。カードプレビューで新しいカードもたくさん発表されてるね。パレディアではボックス予約キャンペーンもやってるから、ぜひ予約してね。それでどうしたんだい。そうそう、和尚、スタックって何？今？それでは和尚、解説をお願いいたします。スタックって何ですか？はい、スタックというのは呪文や能力が一旦置かれて解決を待つ場所という形になります。過去の動画でお話をさせていただいた通り、何かしら呪文や能力を唱えたらスタックに一旦置かれます。置かれた後、お互いのプレイヤーが優先権を放棄したら、スタックの一番上に置かれているものが解決されます。で、スタックが空になるまでこれが繰り返されるという形になります。何かお互いのプレイヤーがスタックに乗っている能力や呪文の解決に割り込みたい場合は、改めてその呪文や能力をスタックに積んで、そのスタックに積まれたものを解決していくということを繰り返していく形になります。能力や呪文っていうのはスタックに一度積まれたからといってすぐに解決するわけではなくて、こういった繰り返しによって一つずつ解決されていくという形になっています。ありがとうございます。それではマジックのルールについてちょっとしたクイズを出題します。あなたはわかるかな。それでは第1問、基本編となります。私と田村さんが対戦している状態です。私はエネルギーが0個の状態で、サカゲハイドラをマナを全て使い切ることによって唱えました。今サカゲハイドラがスタックに乗っている状態です。田村さんが稲妻の一撃を手札に持っています。この稲妻の一撃、いつ唱えるとサカゲハイドラを除去することができるでしょうか。スタックに乗っているサカゲハイドラが解決をされて戦場に出ます、はい、戦場に出た時にエネルギーを得る効果がスタックに乗るので、そのタイミングで稲妻の一撃をサカゲハイドラに向けて唱えれば除去することができます。はい、その通りです。サカゲハイドラは最初スタックにありますので、この時稲妻の一撃の対象としては適正ではないので、まあ戦場に出てしまいます。戦場に出た後、サカゲハイドラのエネルギーを得る能力がスタックに乗ります。このスタックに乗っている状態ではまだエネルギーを得ていない状態です。なのでエネルギーを得る能力の解決に対応して、稲妻の一撃をサカゲハイドラに対して打つことによって、エネルギーを得る前にサカゲハイドラを除去することができます。はい、それでは第2問、応用編になります。まず私と田村さんが対戦している状態です。この時に私は土地以外のパーマネントをコントロールしておらず、田村さんが真面目な身代わりだけをコントロールしている状態です。この時私の墓地にはスラーグキワが、田村さんの墓地には原始のタイタンがあります。この時私が生ける屍を唱えました。生ける屍が解決された時に、まず生ける屍の能力によって墓地にあるクリーチャーカードが全て追放されます。その後戦場にあるクリーチャーが生贄に捧げられます。これによって真面目な身代わりが墓地に置かれる形になります。その後追放されたカード、私のスラーグキバと田村さんの原始のタイタン、これが戦場に戻ってきます。で、戦場に出たことによってそれぞれの能力が誘発している状態というのが現在の状況です。これのスタックの積み方はどうなるでしょうか。3つの能力が同時にスタックに乗るんですよね。はい、そういうことになります。わかりました。まず真面目な身代わりが墓地に置かれるので、真面目な身代わりの能力がスタックに乗ります。その後スラーグ牙と原初のタイタンが戦場に出るので、同時にスタックに乗って同時に解決します。残念、はい、能力の解決順について同時に誘発した場合というのは2つルールがあります。まず1つ目はターンを進行している順番にスタックに積むという点、そして2つ目は
同じプレイヤーが複数の能力を誘発させている場合、そのプレイヤーが自分の能力に関しては好きな順番で置いてよいというルールになります。なのでこの状況では私がコントロールしている白浮き場が戦場に出た時の能力、そして田村さんの真面目な身代わりが死亡した時の能力、あとは田村さんがコントロールしている原始のタイタンが戦場に出た時の能力という3つがスタックに乗るのを待っている状態です。なのでまずはターンを進行している私のスラウキバの能力がスタックに乗ります。その後田村さんが真面目な身代わりと原始のタイタンの能力を好きな順番でスタックに積みます。でスタックに積まれたものがあとは順番に解決されていくという形になります。ありがとう和尚、参考になったよ。また何か質問があったら来るんだよ。なんと第10回目の放送ではみんなからもらった質問に答える回をやるよ。和尚に聞きたいことがあったらコメント欄にぜひコメントしてね。それじゃあバイバイ。マジック。